はい、この動作は相手の突きを打ち下ろしてすかさず中段逆突きを決めます。はい、はい、この動作は相手の中段蹴りを払い受け、突きを打ち落として逆突き突きを決めます。はい、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 今の動作ですけども、相手の蹴りを一払い、すかさず中に踏み込んで相手を投げます。はい、はい、はい、この分解は相手の中段攻撃を横受けします。追い込んでくるものを下がりながら右横受け、さらに右手で払い受けしながら裏剣で上段を決めます。この動作は相手の中段突きを横受けします。追い込んで抜き手を決めますが、腕を取られます。取られた腕をほどく反転させながら取られた腕を払います。そして逆突きを決めます。はい、はい、はい、相手の左順突きを一歩下がって肘で払いながら突きを決めます。はい、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 この動作は後ろから相手が抱きついてきます。横へ移動させながら肘を振り上げ、腕をほどき、後ろの肘で水月突きを顔面に決めます。はい、はい、この分解ですけども、相手の中段突きを横受けします。さらに逆突きを打ち落として顔面に決めます。はい、はい、はい、後ろから襟首を突かれます。後ろを振り返りながら横を起きて同時に前蹴りを決めます。
はい、はい、相手の中段突きを一受け捕まえてから抜き手を水月で決めます。はい、はい、はい、相手の突きを下がって逆を合計します。で蹴りを決めてさらに逆突きを決めます。これは突きを受ける同時に逆突きが決まります。はい、はい、この一受けですけども、相手の中段突きを一受けをします。捕まえて首を人で打ちます。はい、はい、この動作は相手の中段突きを横ばいと同時に蹴って人らまえてから肘当てていきます。この動作は相手の上段突きを受けない同時に一投で決めます。相手が下がるところを追い込んで裏剣で上段を打ちます。はい、はい、はい、これは相手の中段突きを支え受けをします。すかさず肩に手をかけて引き寄せながら膝蹴りを相手に決めます。はい、はい、この分解は相手の前蹴りを交差受け、上段突きをさらに交差受け、捕まえて決めてさらに逆突きを中段に決めます。はい、はい、はい、これは相手の突きを払います。捕まえて蹴り込んで肘当てを仕入れて決めます。はい、はい、この形は脇を左脇を開けまして相手の蹴りを取っております。蹴ってきます。回り込みながら払い受けをして捕まえて同時に常に剣を決めます。